何回ラオウとこうできたから。えおい、なんだろう、赤オーラーパンチ、ナイスパンチ。あーだった。まあフラウンか、こいつ流れてない。順調、12。いいね、素晴らしい流れね。あー、弱いで、これをこうですよ。ランプ変わった本前兆。お、刺さってた。刺さってる。あ、早いね。早い全然。おお、129回転。いや、いいね。いい感じですね。最近なんかやっぱ北斗打ってて中手引けずにハマるパターンが多かったんで、今日スコブル楽しいっす。実はこの準備中結構重要で、今まだ1回も来てないんですけど、赤のなリプレイと北斗図柄のリプレイがあって、北斗図柄が予約されてる時って赤のなリプレイよりも確率の低いリプレイを引かないと始まらないんですよ。つまりここで1回でもリプレイ入賞するだけで、なるほどなるほど、北斗図柄の可能性が上がる、高くなるのね。言ったそばから。ちょっと次それいつにしてみよう。俺も青ら、まあ、もちろん確定ではないですけどね。すごいぞ。シローラが赤超えましたよね。超えちゃったわ。全然66番もありえますよ。そうだよね、それがあるから北斗はいいんだよね。そうなんですよ、ね、66で続くからちゃんと全然あるから今度は66は。おっ、喋った、いいね、チャンスだ。愛を取り戻すか、聞けない。なかなか結構変わらないですね。やべえ、曲変わる前に終わってしまう。これはさすがにちょっとメモの用意してる。まあまあ、しゃあねえな。いいんですね。まあ十分続いた。あらば、元気のある北斗はこれで雲が動く。動いてる、動いてる、いい子だね。おーら大では、全長ゲーム数的にはここら辺超えてほしいですよね。そうそうそう、もう1ゲーム超えると最高。ジャギありますよ。え、あー耐えてー。でね、毎回思うんですよ、この画面でリプリ引くんですよね。おっ、効いてる。はい、50杯以上 OK。 ガミングだ。おい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 、
ッシュをしません。シャオ行きます。シャオ。いない。いない。友達がいない。おお。僕はもうさっきからここずーっと油断せずに消化してる。やばい。え？軽いね。軽い。よいしょ。黄色。さあ2セット。これはいけねえなあ。あ、さっきマイカウンター出したんですよ。あ、はいはい。で1300回転回してまして、中段チェリー125分の1。え、そんな引いてんの、はい、やば。11回引いてました。ちょっと俺も見てみよう。私が全部で1907ゲームで中段チェリーが272です。足して割ったらちょうどいい感じだな。だね。スイカの合算が95割る。割る。俺60分の1でしたよ。え、嘘でしょ。マジで。やば。69.2分の1。6とか打つとなんか70前半ぐらいになるよね。あ、らしいっすね。スイカ合算よ。俺らあれなんすよ今。どっちかが欠けててどっちかが足りてる状態で。僕の場合、子役からのモード移動めちゃくそ悪いんですよ。あ、悪いんだ、はい、ただ、こちらさんは逆にモードはいいけど子役落ちないじゃないですか。そうだね。それこそ僕、バトルボーナス終わった後すぐ何かしら引いてるんですよ。中継もそうだし。あ、そうかそうか。で、当たってないってことは天国行ってないってことだね。そうだね。それこそあれだ、ギアスとかがそろそろ出るからね。C2 バージョンか、ね、楽しみですわ。あ、うわ、スイカで。あらあらあら、これはふいー、トキー。これトキー来たー。リーチ迷惑いけた。初的。これミスになんのかな。引いたっていう。スイコン。あ、あるある。一個達成。さあ、特定役来ました。ゲットグラム387ゲットグラム。綺麗なノリが揃うのでは。スイカでキリン柄ですもんね。あ、出てるですね。16384。あ、16なんだ。はい。ここで当たりかな。新倒すのは初なんで。お、いいっすね。おい、よっさ、417ゲームで当たりでございます。いいよ、ミッションも埋まっていくし。おい、はい、あおーら頑張ってほしい。ここ乗り欲しかったな。まあ、ちょっと期待はしちゃいますよね。さあ、単発は本当単発だけやめてくれ。まあここまで単発ないだけど相当なんだけどな。ムム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 やっべ。さすがにちょっとやばい。よけろ。頼む頼む。まあ、ここは立たんから頼む頼むぞ。87。おおおそんな、せっかく16いたのに。これは悔しい。悔しい。
そう、いらんよこんなとこで単発を。ああ、お、ちょっと待って、はい、おー、さあ頼む、天国いてくれ。確かに天国いれば まだ救いはある。この流れはもう全国にいなくて 25% も取れなくて外れ、いやいや、なんかあのポジティブに考えちゃう。いや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 、おっとおっとおっと、いかいかいか、おっとと、いかいかいか。さあ、残念チームで、いやー、全国いなかったな、これ。ダメだー、お、聞いてる。あ、もう間違いなく天国じゃないから25番、ほい、ポキ、あ、お、2連続ポキ、2連続指ポキ、ふくぬけ、強い、これマジで強い、強い強い、これマジで強い、全長いけてる、きたー、いやー、さしたぜ、25番、よーし、トーキー、ジョインジョイン、トーキー、65秒、よーし、早かった、お詫びきます、お詫びが。ちょっとポジティブな方がいいと、下段、下段に止めた、止めた。下段に揃ってる気持ちでいきます。75ゲーム黄色、普通に俺騙されちゃったこう思い込ませる自分に、こういった継続率がいいんだと、大事、聞いてるだけか、はい、あ、さあ、あれ、レア役がすごいな、ね、だが行かない、おっ、おわー、ここいーちぇ、おっ、きた、おっし、これは3発回避や、無双転生、じゃあ、パスカイピア、よし、いいよ、おっ、天国、いないな、アスタパネスをどうする人に、それだけいる、 おい、どうしたわかんない、どっちもついてないもんね、だってね、チャンスがなんか引いた、何も引いてない、妨害ゲーム、なんも、多分チャンス目、多分チャンス目、ね、意外にハマってたね、そこで、大丈夫、あら、私も俺、だってずっとこれ見てたんだもん、ね、いや、マジで今、ちょっと油断してた、まあ、天国にいたのは分かってたんですよ、まだね、ただ何やったか全然分からないです。だよ、サムネイル、いい、レインボー、いいね、来たよ、えよ、で、頑張れ俺、いい絵作るね、羨ましそうにあのポスターの見せたら、いや、マジ何が当たったんだろう、本当に来たね、チャンスが来ました、強一じゃないかな、これさすがにこれは生かしたいっすね、とりあえず
お、こしあんさんもジャックですね。どれどれ、ここ、こけないようにしたいと。ここだけはこけないように。ここだからね。初回大事まである。あー今死ぬほど怖かった。処理落ち初めて見たわ。結構あのガチの処理落ちするんですよね。まあ私はまあさすがにダメだろうな。3セット355。まあそうだね。あーあーバットですね。安心できるわ。こしあんさん、これバトル回数勝負、これ逆転の目が俺できましたよ、ね、もうすぐですよ。おバット出た。これも多分ラウンド開始の矛盾っすね。継続確定パターン4、8、12だっけ。なんか4の倍数がケンシロン以外が出て、 そうだね、そうだね、それがケンシロンなんだよ。そんな矢は待ってんだよ。この体に傷一つつけることか。これは大丈夫、これは天国です。オッケー。今恋のタイミングだったな。ねえ。さあ、110ゲーム。飛ばしますね、これ。当たりでございます。いいよ、いいところで中断してできました。めちゃくちゃ軽いっすね。ねえ、本当に軽い。めっちゃいいところでいけてる。あと、やっぱり25番結構取れてるからね、それが強い。121ゲーム。あの緑色だけで欲しい。おお、レインボーだ。強っ。スタート。いや、頑張るとこ来た。マジっすか。びっくりした、自分が一番。カメラどこで探したと思うか。やばいっすね、これバトル回数勝負、完全にレインボー同士の殴り合いになりましたよ。わからなくなってきた。あと、レインボーだとミッションもあるのね、虹を見た。ありますね。それもやれたわ、いい。3戦目。ああもうリプレイ来るだけでドキドキしちゃってて。おお、あなんか音鳴った。ねじり音、なんか音鳴ったね、今ね。あのバトル中の霊薬ねじってると音出るんですよ。今出た出た出た。で、俺も聞こえた。これ、継続してる状態だったら無双転生チャンスしかないっすよね。あらららら、継続の可能性ももちろんありますけど、まだねじり音発生。一番いいケンちゃんを頼む。バカだねバカだね。継続してなかったまであるじゃねえかよこれ。終わってたのかこれ、ね、レインボーが。
あぶな、あぶな、マジで。安定感いいな。あ、これも離さないと。あー、加速があった。あー、安心。いいね、さすが北斗レインボー。もうどっちかチャンスには入れたいな、これ。そうっすね、せめて。さすがにそう。このタイミングどうなんすかね。ねえ、まあプッシュ出るんでしょうね、これ。やべえ、これはまずい。これはまずいな。渾身のマックスベッドだ。4セット452回。はい、うわー、いって早いよ。任せた、まだ任せた。お嬢派とか来たらちょっと覚悟だけは。おー、ケンちゃんすごい。いけ、うわー、すげー。おい、うわー、うん、だよな。いきなり出てくる。これは無理では。おい、新45番、シャウシャウ。おい、来た。はい、来た。この流れはギリギリね。あ、本当だ。あ、スイス。焦点すれば SS クリアですよ。さあ、どうだ。でもバトル直行の場合はそうなりますからね。逆にそう、ラオウが攻撃したら、これ無双転生チャンスの可能性めっちゃ高くなるんだよな。ボックス、あー、ヒットしてくれ。うお、強い。弾かれてる。すごい強い。筋肉で弾かれました。あー、ないかー。え、なにこいつ。え、キモ。暴走がしか打ってこない、マジで。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。テンションの違いがやばいな。いや、楽しかったじゃん。楽しかったっすか。うん、お互いのまず収支の報告からいきましょう。いきましょうか。はい、じゃあ、はい、私はですね、全部で24本使いまして、はい、1104枚。うん、旗足りすげえ取れたんですけども、うん、ちょっと足りなくて、回収が857枚、だからマイナスの247枚。惜しかった。本当バトルボーナスあと2回かな。そうですね。続いてればあいつっすよね。
いやちょっと赤のレインボーがちょっともうちょっと頑張ってくれればねプラスだったんだけどね。花ボタとはいえやっぱそこでちゃんとやっとかないとってことですね。そうよね。僕の収支が、投資が690枚ですね15本で、回収が2295枚で、うん、プラスの1605枚。素晴らしい、はい、最後の北斗揃い行かせたねちゃんとね。行かせましたね。行かせた。いやこれ贅沢言うようで申し訳ないんですけども、やっぱり20連超えたかったですよね。いや超えた、あそこまで行ったら超えたかったよね。ですよね。僕の体だけラオウの豪勝張り、いやすごいですけども最後も、はい、ケツの方もほとんど豪勝張ってますからね。そうですよね。僕だって解析ページ作るんだったらラオウの豪勝張ページに実戦上4分の1で出現する演出だと思いますけどね。今日ですね、僕ミッション達成率 30% では30個達成しました。お、結構いってる、はい、の上で S ランクミッションを2つクリアしたんで、うん、これが5ポイントずつになるので、28の5、10、38ですね。お、前回より逆に少ないですよね、実はカバネルより、うん、連単させないとダメなのが結構多いからね。そうですね、うん、なんなら俺ら無双転生チャンスまず2人で0回です。そうなんですね、はい。私はですね、今回は 24% で、ね、24個達成してて、うん、で S ランクのミッションが1個、レイの無双転生攻撃やってるんで、はい、S は5個だよね、はい、なんで合計数28か、うん、なかなかミッションって埋まらないもんだね。埋まんねえ。このままだと何年かかんだって話だからね。そうですね、まあ、ご褒美に関して僕知ってるんですけども、まだ教えてくんない。教えない。そこはもうあの331ポイント溜まってから小手屋さんにはガチでその時教えます。なるほど、わかりました、はい、じゃあちょっとそれいけるように頑張りましょうかね。はいはい、はい、負けました負けました。もうしょうがない。もう何回でしたっけ。25バトルやっております。ですよね。ちなみに僕は実は32回。いや、 やっぱ最後の連打強かったもん。強かったでですね、応募方法なんですけれども、うん、これがですね、パチガブのアプリ、はい、ありますね、になんかそのプレゼントの項目があるらしいんです、うん、僕も正直そんなに詳しくなくて、実はそのプレゼント項目があるらしいんですけど、そこでキャンペーンが開始されてるということなんで、そこで、応募してもらえれば抽選で受かるという感じなんで、うん、僕もちょっとね、早めに、いや、あのティナ君は当たらないんで、皆様、うん、ぜひ応募してください。全然友達とかにも僕応募してもらえる。まあ、その友達は大丈夫だよ。友達からもらうのよ。やめろ。皆さんぜひたくさん応募してください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで第2回も、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。